アントニオ・バレンシア、ルイス・アントニオ・バレンシア・モスケラ、ルイース・アントニオ・バレンシア・モスケラ、1985年8月4日イ、は、エクアドル・ヌエバロハ出身のサッカー選手。プレミアリーグ・マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、MF ・ DF ・エクアドル代表。1985年8月4日、アマゾン・ネッタ・ユリンに囲まれるヌエバロハ。 ラゴアグリオとも呼ばれるに生まれた。地元のサッカークラブのスタジアム街で飲み物を売り歩く、仕事で家計を助け、空容器を回収することで得られる預かり金、ボトルデポジットでも収入を得た。両親や5人の手前と暮らす、家の隣にある空き地で裸足でボールを蹴っていたが、11歳の時にスカウトに見染められて契約し、スクンビオス県のスポーツアカデミーに入団した。 16歳の時に首都キトにある CDL ナシオナルからオファーを受け、ヌエバロハから8時間かかるキトまでのバス代を支払った母親と兄以外には彼の決断を知らせずに家を出た。CDL ナシオナルの株組織ではセントラルミッドフィールダーとしてプレーし、月に50ドルの給料をもらってプレーした。急速な成長を見せ、入団して1年と経たずに、 u 20チームに昇格し、クリスティアン・ベニッテスラと共に84試合に出場して20得点した。トップチームのデビュー戦では憧れのエディソン・メンデスと一緒にプレーしたが、その後2005年にスペインのビザレアル CF と契約を交わした。2005から06シーズン前半戦では目立った成績を残せず、2006年の冬には経験を積むためにセグンダ・ディビジオン、 二部のレクレアティーボ・ボエルバにレンタル移籍し、セグンダ・ディビシオンで優勝してプリメーラ・ディビシオン一部昇格に貢献した。2006年8月3日、イングランドのウィガン・アスレティック FC に1年間の契約でレンタル移籍した。8月19日のニューカッスル・ユナイテッド戦でデビューし、10月21日のマンチェスター・シティ戦で初得点を挙げた。その後、 負傷により3ヶ月間戦線離脱したが、2007年1月21日のエバートン FC 戦で復帰して78分間プレーした。4月9日のアストンビラ戦では、ウィリフレット・ボーマに両足でのタックルを仕掛け、移籍後初めてレッドカードによる退場処分を受けた。2006から07シーズンは22試合に出場し、1得点1アシストでシーズンを終えた。 2007から08シーズンもレンタル期間が延長された。2007から08シーズン、2008年1月18日に、ウィガンに完全移籍した。契約期間は3年半であり、移籍金は公表されていないが、約500万ポンドだと言われている。2月23日のダービーカウンティ FC 戦で2007から08シーズン初得点を挙げ、5月3日の、 アストンビラ戦では移籍後初の1試合に得点を上げた。2007から08シーズンは公式戦32試合に出場して3得点3アシストの記録を残した。2008から09シーズン、2008年8月30日のハルシティ AFC 戦で2008から09シーズン初得点を上げ、9月28日のマンチェスターシティ FC 戦でも得点したが、 10月18日のリバプール FC 戦では退場処分を受けた。ウィガンでの最後のゴールとなったのは12月13日のブラックバンド・オーバーズ戦で決めたものであり、ホームでウィガンを3から0の勝利に導いた。2009年冬、スティーブ・ブルース監督はバレンシアがレアル・マドリードに移籍する可能性があることを認めた。2月9日にはハムストリングの負傷を再発させ、 三週間離脱した。レンタルで加入していた期間も含め、ウィガンでは89試合に出場して7得点を挙げている。6月上旬、ウィガンのデーブ・ウェランオーナーは、バレンシアにクラブ残留を強要しないと発表した。2009年6月30日にバカンスを早めに切り上げて、マンチェスターユナイテッドのメディカルチェックを受け、4年契約を結んだ。 遺跡金は公表されていないが、1600万ポンド、約25億5000万円程度と見られている。2009から10シーズンでは、7月29日に行われたアウディカップのボカジュニアーズ戦でデビューすると、共に初得点を決め、このプレシーズンマッチに2から1で勝利した。8月上旬に行われた。 FA コミュニティシールドのチェルシー FC 戦では何が負傷したために62分から投入され、これが公式戦デビューとなった。10月17日にオールドトラフフォードで行われたボルトンワンダラーズ FC 戦でチームの2得点目を挙げリーグ戦初得点を決めた。ボルトン戦の4日後の UEFA チャンピオンズリーグ PFC チェスカモスクワ戦では決勝点となる。 同体開発得点を挙げた。2010年1月28日、カーリングカップ決勝のアストンビラ FC 戦2から1では、ウェイン・ルーニーの決勝点をアシストし、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれるとともに移籍後初タイトルを獲得した。4月25日には、チームメイトのパトリス・エブラ、ダレン・フレッチャー、ルーニーとともに、PF 年間ベスト11に選出された。 2010から11シーズンでは、2010年8月8日に、再び、チェルシーと対戦した FA コミュニティシールドでは、チームの1点を決め、3から1で勝利して、前年の雪辱を果たした。9月14日の UEFA チャンピオンズリーグ、レンジャーズ FC 戦で左足首を負傷し、翌日朝の診断で骨折と脱臼が判明し、さらに人体も傷ついていることが分かった。 最短でも4ヶ月の離脱が見込まれ、2011年2月28日に、負傷後初めてトップチームの練習に参加した。3月12日の FA カップ6回戦、アーセナル FC 戦で公式戦に復帰した。2012から13シーズンは、マンチェスターユナイテッド伝統の背番号7をつけて、プレイしたが、2013から14シーズンは、背番号を7番から、 以前つけていた25番に戻した。かつて7番を背負ってプレイしていたブライアン・ロブソン氏は、アントニオは自分自身に正直な人間だと思う。7番を背負ったことでプレッシャーを感じていたのだろう。以前、25番のユニフォームを着ていた頃は、チーム内の年間最優秀選手賞を受賞したが、2012から13シーズンは本来の実力を発揮できなかった。 元の番号に戻すことで何かを変えたかったのかもしれない。正しい決断をしたと思うとバレンシアの心情を察し、背番号の変更を指示した。U-20 エクアドル代表では、クリスティアン・ベニテスなどと一緒にプレーし、23試合に出場して17得点を挙げている。2005年3月27日、2006FIFA ワールドカップ南米予選。 パラグアイ戦でエクアドルへ代表デビューし、その3日後の同予選、ペルー戦で初得点を決めた。2006FIFA ワールドカップ本大会では、グループリーグ3試合と決勝トーナメント1回戦の計4試合全てに出場。アシストを記録するなど活躍し、大会最優秀若手選手賞にノミネートされた。クリスティアーノ・ロナウドの受賞を妨げるために、 バレンシアに投票するように呼びかけるチェーンメールがイングランド国内で流行り、オンライン投票では、バレンシアが最多得票を得たが、選考委員会はルーカス・ポドルスキを選出した。2007年6月27日、コパアメリカ2007のチリ代表戦で大会初得点を挙げたが、グループリーグ再開に終わった。2008年10月12日に行われた2010フィファ。 ワールドカップ、南米予選、チリでは代表の試合を通じて、初の退場処分を受けた。2009年9月9日、同予選のボリビア戦で、FIFA フフワールドカップ、予選初得点を挙げた。10月10日のウルグアイ代表戦では、予選で2試合連続となる得点を挙げた。兄のエデル・バレンシアもプロサッカー選手であり、エクアドル国内リーグでプレーしている。 ガールフレンドとの間に2006 FIFA、ワールドカップ期間中に生まれた娘がいる。マンチェスターユナイテッドのアレックス・ファーガソン元監督は、バレンシアは静かで、シャイな青年だと表現している。ウィガン遺跡後には、チームメイトのマイノル・フィゲロアや、ウィルソン・パラシオスらと共に、週1回の英会話のレッスンを受けていたが、マンチェスターユー遺跡後には時には毎日レッスンを受けるようになった。 ウィガン時代のチームメイトとは仲が良くフィゲロアやウーゴロダジェがヘンドリー・トーマスなどと共にマンチェスターのノーザンクォーター地区にあるレストラをしばしば訪れている。2013年7月に休止した親友であるクリスティアン・ベニテスの名前と背番号のタトゥーを左腕に入れている。通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。